松田の竹下仁商品本部本部長は全面改良した CX5 について我々の弱点を真摯に高めようということで、かなり全社を挙げて開発した車の第1弾と明かす。竹下本部長は静粛性と乗り心地は正直言って我々の弱点だったとした上で、そこにはいろんな背景や理由があるが、そこはちゃんと真摯にきちっと高めようということで取り組んだのが新型 CX5 と述べた。その上で、競合者に勝てば良いというのではなく、人間が気にならないレベルまで静粛性を高めようということでやった。今後出ていく車も同じ考え方でやっていくと竹下本部長は語る。これにより新型 CX5 は走行騒音を先代に比べて時速 20km 低い車速レベルに低減している。もう一つの弱点である乗り心地では、乗り心地に影響する部品の範囲を幅広く捉えるようにした。例えばタイヤで解決するというアプローチもあるが、それでは乗り心地が良くなってもミサオヤス性やロードノイズに課題が生じてくる。そこでタイヤやダンパー、バネ、さらにボディも乗り心地に大きく起因するので、とにかく乗り心地に影響する部品を幅広く捉えて、それを一個一個どうあるべきか詰めていく地道な作業をしたと竹下本部長は振り返る。さらに結構プラットフォームはキャリーオーバーじゃないかと言われているが、実はもう半分くらいは同じものを使っていない。板厚を上げたり形状を変えたり、結構半分以上は新設になっている。流用することを肌から目的としていなかったので、それくらいのテコ入れは実はしているとも話していた。協力松田取材会。